サッカーセネガル代表は、セネガルサッカー連盟によって編成される、セネガルのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは、首都、ダカールにあるスタッドレオポールセダールサンゴール。愛称は、テランガのライオンたち。波乱に富んだ2002年の日韓 W 杯の中でも、ひときわ戦烈な印象を与えたチームであり、開幕戦でもあった初戦で前回大会優勝の、 フランスに1の0で勝利し世界中を驚かせた。その後も L8 ディウフを攻撃の中心とした機動的なサッカーで、デンマーク戦は PK で先制されるも同点に追いつき、1から1で引き分け、ウルグアイ戦は前半終了まで3の0と、リードしていたが後半に3失点し3から3で引き分け、初戦の勝利が偶然でなかったことを証明した。1勝2分で、 デンマークに次ぐ2位で決勝トーナメントに進出し決勝トーナメント1回戦はスウェーデン戦でも1-1から延長前半終了間際に鮮やかな決勝ゴールを叩き込んだベスト8のトルコ戦も後半まで決着がつかず延長に突入したが延長前半4分トルコのイルハンにゴールデンゴールを決められベスト8で敗退したその後は下り坂を迎えドイツ W 杯では 予選で敗退した。2006年開催のアフリカネーションズカップではベスト4に進出し復活の兆しを見せたかに思われたが同年行われた南アフリカ W 杯二次予選では3位に甘んじ最終予選にも進むことができなかった。この敗退により2010年開催のネーションズカップへの出場権も失っている。2012年開催のネーションズカップは デンバ場など強力な攻撃陣を要し、優勝候補にも挙げられたが、グループリーグで敗退した。2014年、ブラジル W 杯アフリカ予選では3次予選で、コートジボワールに敗れ、予選敗退となった。2018年、ロシア W 杯アフリカ予選では3次、予選グループ d j で4大会ぶり2度目の本大会出場を決めた。本大会では、グループ H に入り、 1>, 1戦目のポーランド戦を2の1で勝利。2戦目の日本戦では2の2の引き分けにもつれ込むが、3戦目のコロンビア戦では0の1で敗れた。参戦を終えた時点で日本と勝ち点、得失点差、総得点、直接対決の全てで並んだが、今大会より導入された反則ポイントにより3位となり、グループリーグ敗退となった。サッカーセネガル代表チーム。 あるいはその選手たちは、テランガのライオンたちという愛称で呼ばれる。なお、テランガとは、セネガルの美少であり、ウォロフ語で、もてなし、ホスピタリティを意味する。ありがとうございます。